まあ王道で言うのであればやっぱりヤッホー、これ当然なんですけども、まあ、あとは誰かいるかつって誰かいるかなんて帰ってきたらロマンありますしね。でもやっぱり、まあ、僕らどういう関わり方をこの声優と夜遊びとしているかというとやっぱコネクトですよね。まあ、そこでやっぱ叫ぶっつったらもううんこしかないんじゃないですかね。